レイモンド・ウェールは高級腕時計の製造、流通及び販売を手掛けるスイスの企業。レイモンド・ウィルにより1976年にジュネーブで設立された同社は、レイモンド・ウェールは1976年時計製造業界が危機的状況にある中、自らの名を冠するブランドを立ち上げた。まずヨーロッパでの販売網を確立させ、それから世界に進出するという戦略を取った。 ウイルの義理の息子であるオリビエ・ベルンハイムが数年間ハイネケンとユニリーバのマーケティング部門で経験を積んだ後、1982年に同社に加わっている。1996年に CEO に任命され、それ以来ブランドの国際的成長に尽力してきた。オリビエ・ベルンハイムの子供であるエリー・ベルンハイムとピエール・ベルンハイムも2006年に入社している。エリー・ベルンハイムは マーケティングの責任者として、ブランドの戦略的発展に力を注ぎつつ、その家族としてのアイデンティティの維持に努め、ピエールは販売部門の責任者として、新たな市場の開発を行っている。最初にヨーロッパとイギリスで成長してから、その販売網を世界に広げた。1980年代初頭に、まず、アラブ首長国連邦、それからアメリカ合衆国とインドに進出している。 1999年にオリビエ・ベルンハイムが研究開発部門を設立した。時計の設計過程すべてを管理下に置くことが狙いとなっている。研究開発部門はドン・ジョバン・ニコシグランでの2つのタイムゾーンに対応する GMT 機能の複雑な機構、社員コレクションの特許を取得したブレスレットを取り替え可能にした機構、マエストロコレクションの自動巻きを行うムーンフェーズの 複雑な機構などの開発を行い、優れた実績を上げている。2009年に、それまでの流通業者との提携は終了し、アメリカに独自の子会社を設立した。また、インドでもバンガロールに完全子会社を2010年に立ち上げ、同年、デリー、ムンバイ、チェン内に専門店を出している。レイモンドウェールの時計は、今では世界中で販売されている。 2013年4月英国での販売契約を経営管理合意へと変更し、子会社を設立。オンラインにおけるブランドの確立にも力を注ぎ、位置情報に基づくソーシャルメディア、ホースクエアと提携し、並びに F コマースを採用した最初のブランドでもある。さらに2007年9月、レイモンドウェールはセカンドライフでアイランドを作成した。 最初の高級腕時計製造会社となった。ブランドのセカンドライフや他のソーシャルメディアチャンネルでの活動は新しいコミュニケーションのチャンネルに対応し、顧客のより近くに存在することでブランドの価値を認識してもらうという戦略的判断に基づいて実践されている。2017年現在、日本では GM インターナショナルが正規代理店になり、 販売を再開している。日本での再販に伴い、名前をレイモンド・ウェールとなっている。レイモンド・ウェールは、1926年に、ジュネーブで生まれた。経営学の学位を取得後、1949年に、スイスの時計メーカーであるキャミーに入社。マネージャーへ昇進し、26年勤務した。1976年、時計製造業界が、危機的状況にある中、 自らの会社を設立することを決意した。様々な職能団体において、重要な役職を歴任した。ジュネーブ時計メーカー組合組合長、時計製造業界トレーニングセンター副会長、スイスト系協会の会員として活動し、他にも多くの経営者団体のメンバーとして活躍した。また1995年まで、バーゼル国際時計法食フェア出展社委員会の 会長も務めた。既婚者であり、娘二人と孫六人に恵まれた。女長主張と古典的音楽を愛好しつつ、現代美術にも情熱を注ぎ、飛行機の操縦も愛し、56歳で操縦免許を取得した。2014年1月27日付で会社により、レーモンド・ウィールの死が発表された。オリビエ・ベルンハイム、1954年。 フランス・ストラスブールで誕生。EM ・ストラスブールビジネススクールで法律学位を取得し、クローネンブルグでキャリアをスタートさせた後、パリのユニリーバでマーケティング開発マネージャーを務めた。1982年にレモンド・ウェールに入社し、1996年に社長兼 CEO に就任。彼の職務は一族の個性を失うことなく、ブランドのイメージと、 国際的地位を見直し、発展させ定着させることだった。オリビエ・ベルンハイムは、創業者のウィル同様、音楽と芸術を愛好し、ブランド世界にこれらの要素を取り入れた。1999年には研究開発部門を設置した。スイスとフランス国籍を持ち、ピアニストであるウェールの長女ダイアナと結婚した。三人の子供に恵まれた。エリー・ベルンハイムは、 オリビエ・ベルンハイムの長男。スイスの名門ホテル学校を卒業後、繊維貿易会社の創業を経て、2006年に一族が経営するレーモンド・ウェールに入社した。彼の職務は、ブランドの戦略発展を計画することだった。父や祖父同様、エリーも音楽を愛好し、チェロの専門ディプロマを取得している。彼が企画した多様なプロジェクト、 開発の代表的な例としては、様々なコレクションの刷新、レイモンド・ウェールのコーポレート・アイデンティティの変革、スイスの著名写真家を起用した新しい、メンズ・レディース向け広告キャンペーンや、ナブッココレクションの広告制作などが挙げられる。エリー・ベルンハイムは2014年4月に、同社 CEO に就任した。オリビエ・ベルンハイムの次男であり、創業者ウィルの孫にあたるピエール・ベルンハイムは、 2006年にレイモンドウェールに入社した。会計学部を卒業後、ジュネーブにあるラオートエコールでゲヨーンで国際ビジネス管理を学ぶ。金融業界への関心からスイスの最大手プライベートバンクの一つミラボー銀行に入行し、機関投資家資産運用部門で勤務した。飛行機が大好きなピエール・ベルンハイムは複数の航空資格を所有している。ありがとうございます。